はい、皆さんこんにちは。こんにちは。京都にお住まいの能楽師、松野博之さんと私、ドイツに住んでおりますオペラ演出家、辻アンナ悦子でお送りするノートオペラ対談です。いつもご視聴いただきましてどうもありがとうございまありがす。とうございます。今日は松野さん、風景が違いますね。そうなんです。今ね、ちょっとね、実家の稽古場の下の部屋に来てるんです。ですんで、ちょっと茶色で、しかも電気が、めっちゃ、こう、白い電気が当たるんで、めっちゃ顔色悪いですけど、別に、元気です。はい。はい、大丈夫です。はい。なんか、お面で光でやったのすごい思い出しますけどね。光でこんなああ、に。そう、そんな感じです。今、こうすると、ちょっと、って感じです。私はい。もね、最近は私のレッスン室でやってるんですけどね。はい。なので風景が違いますけど。そっちの、後ろにあるはい。木々のパネルは、写真ですか？これね、防音のための吸音材が入っている、ちょっとこんな分厚いキャンバス地みたいな感じなんですよ。ほう。一応ね、ほうほうほう。ほんのちょっと、まあまあ、ないよりはいいなみたいな感じですけなるほど、なるど。ほど。なるほど。はい、そうなんです。 はい。この間私ね、パッサウっていうドイツの一番東の端っこ、もうね、チェコとオーストリアの国境のすぐそばみたいな、町にね、行ってきたんですよ。で、この間もお話ししてしたんですけども、今ね、ドイツってこの今年の6月、7月、8月は9ユーロチケットっていうのが出てまして、1ヶ月間9ユーロで買ったチケットで、ドイツ国内全部乗り放題みたいな、もう国鉄も私鉄も、電車もバスも、もう路面電車も全部乗り放題みたいな、今そういうのをやってまして、で、パサウまでもちろんだから全然無料っていうかな、その給料のチケットで 1ヶ月なんで、いやもうほぼ無料みたいなイメージなんですけど、に、行けるので遊び行ってこようと思って、電車に乗って2時間ちょっとぐらいですかね、町までね、行ってきたんですよ。で、ちょっとその話をね、したいなと思うんですけど、パッサウ、なんでパッサウに行くかっていうと、パッサウに世界一大きなオルガンがあるんですほう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 ほよ。う。教会にね。世界一大きい教、大きくて。で、なんかね、ずっと世界一だったんだけども、何年か前にアメリカで、コンサートホールにそれを上回る大きさの、オルガン、パイプオルガンを作ったらしいんですけれども、一応教会の中にあるパイプオルガンとしてはまだ世界一っていうことらしいです。でね、ドイツってパイプオルガンが、まあ教会どこにでもあるんですけど、結構ちゃんとメンテナンスをしていてですね、この間ね、たまたま知り合った人でね、僕はパイプオルガンの、調律師だっていう人もいましたけほうほうほうど。ほうほうほう。私知らなかったんですよ。パイプオルガンってやっぱり結構微妙な微調整をずっとしなきゃいけなくパイて。プオルガンっていうのは、いわゆる教会の後ろにボワーってこう、そうです、並そうんでです。る、ちょっあとれで今すね、よおね。写真をお見せしますね。スクリーンシェアをね、させあ、てごいめんたなださい。いちょっていいとで待っしてょうくださか。いね。教会の後ろにそう、でっかいパイプがボーンってあるやつですよね。で、これはね、今見ていただいているのが、後おお。ろの、これが、パッサオのその世界一大きなパイプオルガンがある教会なんですけど、いそう、や、もうパイね、プオルガンが世界一というよりも、その周りもなんかすごいっ周りすもね。すごいですよね。こうゴージャスですよね。すごいですよね。いや、本当ロココ調のですね、この町は戦火を免れたそうなんですよ。はあ、で、それでほとほうほうほう。んど大事なところは爆弾に遭ってないっていうことで、昔ながらの、が残ってるんですよね。ありがたいことにね。だからまあこういうの見れるんですけど、これ今ね、この大きな柱から柱のところだけしか今写真写ってないですけど、この柱の向こう側にまた小さな部屋があって、そっち側にもずっとつながってるんです。今ね、本当にすごいんですよ。で、一番短いのは本当にこう、もう2センチとか3センチみたいな、パイプから、こういうふうにものすごい太い、ごめんなさい、パイプまで。てか、これ誰が考えたんですか、こんな。
すごいですよね。この昔はパイプオルガンっていうのは風を送って音を出すので、後ろにお坊さんの見習いたちが足で踏んで、ふいごを足で押すことで風を起こすっていう、いっぱい後ろにね、何人もそのお坊さんの見習いたちがずっとこうやって足を踏んでたらしいです。へえ、ほういやもうほうほうほう。ね、すごいんですよ。もうね、圧巻ですよ。で、この上と天井もすごい高いんですけど、で、こうね、音がこう、オルガンの上から行って、ぐーって回って、こう、落ちてくるっていう感じ。教会の中にいると。こうなんか、ぶわーって、こう、体中が音で満たされるっていうか、包まれるみたいな感じになるんですよね。いや、本当そう。で、特にこの、私、いろいろ、パイプオルガンも、いろんな教会に行って聞いたりしてるんですけど、例えば、バッハが、死ぬ前最後に弾いてたっていう教会のオルガンを聞きに行ったりとかもしてるんですけど、それも今年したばっかなんですけど、もうね、パッサウのオルガンは、いや、本当にすごかった。もうね、聞いたことがないくらいに、音色がものすごい様々で、ピッチもピタって合っていて、でもね、多分これは本当にきちっと毎回毎回メンテナンスをされているに違いないみたいな。ちょっとね、音を聞かせしますね。っていう感じですね。これあれでしょうね、今、コンピューター通してるんであれですけど、もっと実際は立体的な音が鳴ってるんでしょうそうですね。ね、もっとブワーってくる感じですよね。これを一人で演奏してるってすごいですよね。演奏したのはどこでしたんですか？この2階の上の、こうなんかこう手すりみたいになってるところの奥ですね、隠れちゃってて見えないんですけどね。大体オルガニストは見えません、どの教会でも。なんかこう隠れて 実際には全然見えない感じですね。大体この2階席がオルガニストで、あと合唱団とかもこの2階席に座ったりとかすることが多いですね。それから教会の前の祭壇の横かね、どっちかなんですけど、このパッサウの教会に関しては、この教会の中になんとパイプオルガンが5つもあるそうなんですほよ。この世界一大きいのがう。この今写している写真のこれなんですけど、これが5つあるってことだよね。ここまで大きいのは1つしかないんですけど、小さめのやつがあと4つあるんです。それで、なんで4つもあるかっていうと、1つは祭壇の上で、その合唱団が祭壇で歌う時に伴奏するように作られてて、っていうのは教会って残響音がすごい長いので、遅れて聞こえるんですよね。だからオルガニストと歌う人が離れてると音が合わないわけなんですよ。だから一緒に歌いたいっていう感じですよね。それからそのオルガニストが前に来る場合で、舞台にあるのが一つあって、私、これ、メッセ、メッサ、メッス、マス、メッセに行ったんですけど、要するに日曜日の教会の、日曜日の日に行った、ミサ、ごめんなさい、ミサですね。ミサに行ったんですけど、ミサは、合唱団がその日は前に、その祭壇のところに座、あの、立ってらっしゃったんで、オルガニストも、2人いて、合唱団が歌っているときは前の合唱団と小さなオルガンで音を出してて、で、こういうそのオルガニストだけがソロで弾くときは後ろのオルガンでみたいな感じで分けてましたね。で、このだ他から、に、こっちってことですよね。そう、写今真ね、これの後ろ向きで写後真ろを向きで撮っすていね。て、これ今出口なんですけど、これもうね、帰る最後に、ミサが全部終わって、最後にオルガンで締めるっていう教会がすごく多いんですけど、その最後のオルガンをこれ撮ったので、もう皆さんこれもう帰り途中でも、音楽が終わらないうちにもう帰っちゃう人もいるので、今こう帰ってる感じの写真なんですけど、そうですね、この後ろ側が祭壇で前っていう感じなんですけど、そこ。で、左右にオルガンがまたあって、で、もう一つすごいのがですね、教会って、
まあいろいろな教会あるんですけど、この教会とかはこう縦長に、今これ後ろで前までゾーンって突き抜けていて、左右にこう羽みたいな感じで、左右にもこう建物がついてるんですよ。で、中で見ると建物自身が十字を切っている、十字の形をしている教会が多いんですけど、でその十字を切っている真ん中の一番上の天井の上に隠れてて、要するにお客さんには見えない位置にオルガンがもう一つあって、で時々そこで演奏するんですって。どうなるかっていうと、本当に音がもう上からブワーって降りてくるような音響効果を狙うためだけに、そこに一つそのオルガンをねつけたらしいです。すごくないですか？オルガンってものすごいお金かかるんですけど、作るのもメンテナンスするのも。っていうやっぱね。りこういう音楽の、なんて言いますか、その、無茶さと言ったら変ですけど、なんか、その辺はやっぱりヨーロッパですよね。あんまりこう、後先のこと考えずに、音がいいといや、で、お金があった時代ってことですよう。ね。なるほどね。に流行ったと。へえ。オルガンを使ったオペラもあるんですよ。オペラの中にオルガンが出てくることもあるんです。だから劇場、歌劇場、大体ほとんどの歌劇場は歌劇場の中にもオルガンを一つ持ってます。なるほど。メットとかも舞台の袖にあるし、ウィーンの場合は6階にあってですね、そのモニターに合わせて、ですね、オーケストラの中にはもうこんな大きなオルガンもちろん入らないので、ウィーンの場合は6階の練習室のところにオルガンがあって、当日その舞台でやってる状況をモニターで見ながら、モニターに合わせて演奏して、その音だけを拡張で、下に下ろしてきて舞台に流すっていう感じで、そう、皆さんあんまりね、そう知らないと思うんですけど、オペラ座にオルガンがあるなんてっていう。でもいね、や、あるそれもそうですし、なんかね、やっぱりこうやって、ヨーロッパの、特にドイツな、僕はドイツ行ったことがないんで、ドイツの写真を見せてもらうと、おおってやっぱり思いますね。おっていうのはどういう感じですか？大きいなって感じですか？いや、だから根本的に違うんやなと。その、なんて言いますか、その作りの大きさもそうでしょうし、なんていうかな、こう、飾り付けも違いますし、で、それがベースにあるわけですやんか。それが、今できたもんじゃないし、昔々にできたもんでしょうから、で、その辺のものがまだ残ってて、っていうふうに考えていくと、なんかいろんなもんが、まあ、例えば日本のお寺と対比したりとかするとわかりやすいかもしれませんけど、全然違ってきたりとかするんで、面白いなと思いますね。そうですよね。まあね、そう、パッサウすごいいい町でね、パッサウって川が3つ合流している町でもあるんですよ。で、そこから1本のドナウ川になって、ドナウ川がずっとウィーンの方向に流れていくんですよね。で、その川と川の、その本当に合流地点のところが見えるんですけど、川ってやっぱ色がそれぞれあるじゃないですか。だから色がこう混ざる、本当にこう混ざってたりとかね、すごい面白かったです。で、ウィーンでもう本当に美しくて有名な王女様がいるんですけども、それがまあシシっていうあだ名がついて、エリザベート皇后、っていうのがいるんですけど、彼女が実は、出身が、私がまあ住んでいるこのミュンヘンの近郊の町なんですね。で、そのドイツからオーストラリアにお嫁に行くときに、このミュンヘンから、私が言ったみたいに、そのパッサウまで馬車で行って、私は電車ですけど、馬車で、陸路で行って、で、パッサウから船に乗ってドナウ川に揺られてウィーンまでお嫁に行ったっていうふうに言われてるんですね。その本当にそのドイツからオーストリア国内に入る、その、お嫁に行った時のその通路でもあるっていうね、港町なんですね。川ですけど隣ね。ですもんね、ドイツとウィーン、オーストリアって。隣じゃないのかな。隣です、隣です。ですよね、隣ですけ今でど、すよね。ねえ、
電車だとそこから4時間ぐらいかな、ウィーンまで。なるほど、直なるほど。線距離でね。そうなんですね。はい。そう、まあ、ロマンあふれる街に、遊びに行ってきました。はいいですい。ね、いいですね。ご報告を。はい。このパンサーのね、街の様子をビデオにも撮って、YouTube チャンネルに私の方に上げているので、もし、もっと見たい方はですね、見ていはい、ぜひぜひ見てみましょう。ただきたい。はい。ありがとうございます。では、今日はこの辺で、どうもありがとうございました。ありがとうございました。